はい、ダメージマン。はい、皆さんこんにちは。はい、ダメージマンです。今回はですね、こちらのアルティメットレイカーにアルティメットドラグーンとアルティメットハーサーをね、使ってプレイしていきたいと思います。モジュールの方がアンプ3色で、アクティブモジュールがアンステの方ですね。で、まあ、ドローンがパスカルで、パイロットスキルがこちらの方になってます。でね、こちらのね、アルティメットレイカーの、まあ、効果がね、結構増えてますね。普通のアビリティはね、この5個のね、内蔵武器を発射して敵に当てるとサプレッション効果がね、付与されますね。で、そのね、サプレッションを敵にね、与えるとレイカー自身がね、そのサプレッションに対しての敵の、まあ、そのダメージが 40%、50%、60% と上がります。まあ、なのでうまくね、アビリティと使って、まあ、攻撃すればね、火力もね、上がりますね。で、まあ、そしてこの3つ目のパッシブの方がですね、まあ、パスファインダーとかについてた、まあ、攻撃をね、敵がすれば、まあ、そのね、敵自身が、まあ、サプレッションになるという効果ですね。まあ、こちらのまあ、アビリティのね、ステータスが、まあ、増えてる感じですね。まあ、今回はこちらを使ってプレイしていきたいと思います。それではバトルの方へどうぞ。はい、バトルの方が始まりましたね。まずはマップはデッドシティですね。まあ、射程がね、600ありますしね、まあ、内蔵武器も600届きますのでね、相性としてはいいですね。で、まあ、ここでね、やっぱ中距離でもアルティメットドラグーンとね、ハーサー火力がね、高いので、で、なおかつ、まあ、ドローンがね、パスカルなので、どんどんね、キルアシストによって火力がね、上がっていくので、で、そしてね、リロードスピードもね、速いのでね、安定して、火力が出せますしね。で、相手をね、サプレッションにして、ダメージをね、減らしていきながら、相手がね、サプレッションの状態の敵はね、自分がね、与えるダメージが、伸びるので、そこもね、メリットですよね。で、ここもしっかりと倒していきますね。で、レイカーの、まあ、パイロットスキルでね、この内蔵武器をね、敵の HP の 15% 以下の、敵に当てますとね、即死効果がありますので、まあ、リンクスの内蔵武器みたいな感じですね。なので、ギリギリ耐えられた時にね、この内蔵武器で即死効果をね、出せるのは非常にありがたいですよね。まあ、こういう場面でね、まあ、ラプターがね、15% 以下になった時にね、まあ、リフレクター貼ってるんでね、ギリ耐えられそうなところを内蔵武器でね、しっかりと、仕留めることが、できますね。で、内蔵武器もね、結構距離の方が離れていたら、こう山なりにね、飛んでくれるので、ここもね、ありがたいですよね。で、意外とね、耐えるんですよね。やっぱりそのパスカルでね、耐久値がね、 70%、50%、30% の時に防御ポイントがね、1回きりですけど上がるので、まあ、そこでね、耐久ができますよね。
で、ここで中距離からね、安定の火力でしっかりと、ここもね、キルをしていきます。で、ここはね、中距離から削っていて、内蔵武器でね、即死を狙ってうまくいきましたね。まあ、あとはどんどんね、敵の方を HP 削っていきながら、内蔵武器でね、しっかりとやっていきますね。で、コモラススタして、まあ、その間におちょこちょをね、打って、で、ここでね、2機しっかりと倒し切りますね。で、まあ、ここもプライスをね、見逃さずにしっかりと倒していきます。で、火力がね、やっぱ高いですよね。まあ、どのレベルのニュートンかわかんないんですけども、それでもね、ゴリゴリ削れてましたね。まあ、パスカルのね、効果があるので、火力がね、だいぶ上がってますよね。やっぱ一発のね、火力がでかいですね。やっぱり結構なね、 HP 削れてるので、でもここもしっかりと耐えていきながら、クライスをまずは倒していきます。で、そこからハーピーの方もしっかりとやっていきますね。で、まあ、ここはサプレッションに刺して、サプレッション状態の敵のね、ダメージが増えるので、ここでしっかりとね、大きく削っていきましたね。で、ここで残り敵が1人でね、この出し始めたラプターはね、ディペアンとか溜まってないんで、まあ、柔らかいですし、そこでね、内蔵武器でうまくしちゃいましたね。いや、結構強いですね。アビリティのね、サプレッションとね、うまく組み合わせていくとね、火力が出せますし、中距離から削れますね。 11.2M 22キルですね。2戦目も、デッドシーの方ですね。で、このマップはね、やっぱり昔からあるんですけども、まあ、やりやすいですよね。で、まあ、ここも中距離なので 600m からね、この状態撃てるっていうのはね、結構戦況としては大きいですよね。中距離でもね、戦っていけるっていうのが、やっぱストレスね、なく戦っていける状態ですよね。で、そこで高火力なのでね、意識外から大きくね、敵を削ったりもできますね。ここしっかりラススタ中は周りをよく見ながら、内蔵武器をね、当てつつ、即死を狙っていく感じですね。で、うまく倒せましたね。まあ、ここも即死を狙っていきたいんですけどね、結構硬いですね、やっぱり。で、まあ、ここは、まあ、しっかりとラススタ入れつつ、ラススタ中はね、周りをよく見ながらするチャンスでもあるので、そこでしっかり戦況を把握して、で、どんどんね、キルの方を狙っていきます。もうしっかりと削っていって、もう高火力でね、もう早い段階で、キルしますね。で、ここも倒しやすい敵をしっかりとすぐに倒していきますね。で、ここでアバロンを使っていきながら、ダメージの方を抑えていきます。で、敵がラススタ中なので、その間に他の敵を狙って、で、ラススタがね、解除されたらしっかりとまたね、攻撃してうまく倒せましたね。まあ、ここも大きく削って、
倒しましたね。でここも、連続で、リビングレジェンドが出てますね。だいぶねキルのペースが早いですよね。でここもセラフをね、できたら倒したいところですよね。まあ、ここは内臓武器で、しっかりと即死を狙っていきます。でここもねアビリティとこの武器の方でねしっかりと敵を倒していきます。でここも気づいてない敵を一気に削っていきますね。でここでね、範囲攻撃のこの火炎があったのでねダメージが大きく、食らいすぎて結構ねあそこでもう少しうまくね射線を切ってれば耐久できたかもしれないんですけども、ここはもったいなかったですね。でまああとはタイターのねマウラーで、まあ、どんどん敵を圧をねかけていきながら倒していくところですね。でまあ正面にエッフェルがいるのでね、まあ、ここで圧をかけつつ、まあ、ここでねエッフェルが、まあ、飛んでる間はねできるだけ攻撃を当てたいところなので、まあ、その場面で射線をうまく切ってね終わりの時にしっかりとね攻撃をして倒しきりましたね。でまああとはね敵のタイタンを、まあ、倒せば戦況がね非常に楽になるので、まずは敵のタイタンから優先的にやっていきます。でここでしっかりと倒していきますね。まずはねこのミノスから倒していきたいところですね。でここでうまくミノスの方をやっていきます。まあ、敵のタイタンがねおそらくあと1機だと思うので、まあ、ここからはまあ、キル重視で、まあ、ビーコンも余裕があるのでね。で真ん中にルークがね、来てくれましたし、まあ、敵にねまたルークが湧いてるのでこの敵のねルークを倒せばもうタイタンはね、おそらくいないと思うのであとはどんどんキルを取っていく立ち回りですね。このしっかりダークライトを当てつつ削っていきますね。まあこっからはねもうあとは敵を倒すだけなので、まあ、そこまでね驚異的な機体はねいないのでゆっくりとねキルの方を取っていきます。まあ、状況的にね、まあ、期待数で負けることはないんでね、まあ、あとはビーコンの方、まあ、数をね2点3点確保していきながら戦っていくところですね。ではスカイロスがこのタイミングで来たのでねダークライトでデスマークを重複させつつダメージをねしっかり入れていきました。でこの出てきた敵を、しっかり倒してでまあラスト敵が一気ですね。まあここはもう勝ち確ですね。まああとはキルを取って敵がね連損しましたね。結構ねキル取れたと思いますね。
まあ、少しね早めにレイカーの方死んでしまったんですけども、まあ、それでもね結構強さはね発揮できたと思います。 16M の、29キルですね。結構キルできましたね。いいですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。いや中距離からね、高火力出せますし、まあ、そしてね、このアビリティのグランスの方を使えばね相手をサプレッションの状態にすればね、自分自身の火力が上がるというかね、サプレッションになったね、敵に対して、火力が上がるのでね、そこで、高火力を叩き出せますしね。でまあ、なおかつこのアビリティのねこのクールタイムがね短いので結構ね高頻度で撃てますし、でもなおかつね、武器のリロードスピードも速いのでね、結構ねいいペースで、キルがね取れたりしましたし、意外とねこのドローンの効果もあって耐久できますし、まあ、キルを取ることによってねどんどん火力も上がるのでね、結構ね強かったですよね。これはね結構その効果もねその多い機体なので、まあ、自分がねそのダメージを食らえば相手にサプレッションをね与える状態以上も起こせますしね、結構ね強かったですよね。もし他にね使ってほしいセットアップがございましたらコメント欄の方に書いていただければ嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。